咲かせましょう。ド派手な花を咲かせましょう。それはくだらないことだけど大切なこと。頭に花を咲かせましょう。モンシロチョウも飛ばしましょう。それは幸せなこと。それはハッピーな。この番組はご覧の提供でお送りします。そう、可愛かった。可愛いですね。はい、のみちゃんのね紹介もみんなにして、はい、はい、あとお餅もついて、はい、うどん食べて、はい、楽しかったです ね食べてばっかり食べてばっかりしたね。でもちゃんと餅つきましたよ。働いた。そう、結構重かったですね。結構重かったですね。あんなに重いと思わなかった。力持ちってましたね。また覚えてる。忘れられないです。あれはめっちゃ面白い。大好き、力持ちは。ね、ね、でも、はい、なその信長うどんすごい行列でしたね。びっくりしましたね。美味しかった。すごい列で、はい、信長うどんね、美味しかったです。はい、さらにですね、熊木さんからのメッセージをいただいております。はい、それではご覧ください。言っちゃった。はい、今日は楽市の7周年記念ということで、感謝祭をさせていただいたところ、まあ、ちょっと足元が悪かったですが、たくさんのお客さんが見まして大変、まあ、ご様子も良かったか、若い人もお年寄りも子供さんもいうような形で喜んでいただけたと思っております。まあ、これをまた支えに一生懸命また1年間頑張ろうというような皆会員さんの気持ちでございます。熊木さん、ありがとうございます。これからもミコ TV 出演者スタッフ一同頑張って安土を盛り上げていきます。来年もよろしくお願いします。はい、ということでしたけれどもね、本当に7周年祭ね、楽しかったです ね楽しかった。ひとみちゃんもなんか楽しんでた感じですけれども。はい、でひとみちゃんの話今してたんですが、はい、ね、今ね、ひとみちゃん愛知県に住んでるんですが、なんかね、みこメンバーになるために安土に引っ越してきてくれるそうなんですね。すごいですね。びっくりですね。安土に住みますとか言って、って思ってたんですけれども、ね、なんかひとみちゃんメッセージくれてるようです。どうぞ。はい、はじめまして、木穂ひとみです。今日は初めて楽市楽座館のイベントお祭りに参加をしました。楽市楽座館すごく趣のあるところで、入った時にまず感動しました。で、私は今愛知県に住んでるんですけど、まあ、近いうちに安土に引っ越しを考えていて、その引っ越しを考えた理由が、滋賀県が好きっていうのと、あと歴史が好きっていうのと、滋賀のお米が好きっていう、この3つの理由があって引っ越しを決めました。その楽市楽座館に入った時に新鮮な野菜がたくさん置いてあって、買いたいなとすごく思いました。住んだら絶対買います。で、今日このイベントに参加させてもらって、本当に安土の方すごく優しくて面白くて、本当にすごい賑やかで、この一員になりたいなとすごく思いました。3月、2月ぐらいに越すんですけど、すごく待ち遠しいです。またこの安土といえば安土城があります。歴史好きにとってはすごく聖地のような場所で、この近くに住めることは本当に嬉しいなと思っています。安土城は信長が関係しているところで、まあ、おじいちゃんでもないか、おじさんの時のお城なんですけど、この安土城から本能寺があったり、そこから歴史がいろいろ始まっていくところでもあるので、これからチェックをしていきたいと思っています。はい、ぜひ皆さんもこの土地安土に遊びに来てください。以上、木穂ひとみでした。バイバイ。ひとみちゃん、ありがとう。
がとうございます。はい、ね、もう本当にね、新年からの収録楽しみですね。はい、一人増えて、はい、めっちゃ笑って、どうしたんですか。楽しい人ですね。本当ですね。ね、はじめまた食べ物の話ばっかりとか思います。お米が好きで野菜も買いますって。ね、またね、食べるものが好きな人がまた増えましたけれどもね。ん、ん、また増えました。竹根に続き食べ物が好きな人が増えましたけれども、はい、ひとみちゃんはお米やけど、竹根はラーメンなので、うんうんうんってなんか言ってよ。ひとみちゃん可愛いですよね。すうんでもすごい行動力ですね。そうなんです、そうですよね。だって愛知に住んでて滋賀に住んでくるんですからね。ね、すごいですよね。はい、あのね、この前ね、うんうん、その家探し、家探し行ったんですか、一緒に行ってたんですよ。ここダメよとか言ったんですか。いやあーって私がね、なんか借りるみたいに嬉しかったんですけど、あのちゃんと値段交渉するんですよって言う前にもうね、交渉されてました。そうなんですか。ここに何を置いて、何を置いて、何を置いてって言うて、ああわあわあ、ここもいいなみたいな感じで、で見たらね、あのこれぐらいでどうですかみたいな感じで、あの家の持ち主の方にね、喋、うん、ってました。知らない前にしてますね、チラッと見たんですけど。ほぼ決めてるみたいな感じで、ね、あ、そうなんですか。じゃあもう引っ越すのもあと時間の問題って感じですね。日にちね、はい、楽しみだな。遊びに行こう、ね、あ、それとね、はい、安土に住んだらもう地域の方々皆さんがね、もうその話で持ちきりで、あれもうアイドルになってましたよ、この前。そうなんですか、はい、へ、ね、こんな子が来てくれるんだって。で、楽しみ、みんな楽しみにしてますね。はい、ひとみちゃんね、早くね引っ越してきてください。はい、でね、早く収録も来てください。待ってます。はい、ね、あ、ね、これということで、ひとみちゃんの企画がね始まるんですよね。はい、まずは、はい、安土に住みます企画、あ、これですね、家探しですね。はい、そして、はい、ひとみの安土散策コーナー。おお、それはですね、他府県からまあ引っ越してきてくれるひとみちゃんが安土町に密着して、名所、お店、会社など訪問して新たな安土の魅力をちょっとお届けするというコーナーなんですね。はい、はい、安土をね、もっと好きになってもらって、うん、たくさんの人に来てもらいたいからね。いい企画ですね。そしてさらに、はい、さらに安土武将隊とお姫様隊募集企画、はい、募集してます。うん、はい、こちらはすでにね、応募が絶えない企画なんですけれども、歴史好き、戦国好きの方にね、もっとね、あの戦国時代中心な安土に来ていただいてね、みんなでね集まってさまざまなイベントをしていこうというコーナーなんですけれども、もうどん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 来てくださいね。はい、ね、それで楽しい企画をしていこうということで、イベントをしていこうという企画です。逆になっちゃった、はい。はい、こんな感じですね。はい、はい、ちょっとね、うん、お姫様、うん、いっぱいいるけどよくわかんないけど、なんかやりたいね。え、信長が信長うん、たくさんの信長さんとたくさんのお姫様がいっぱい、こんなにいっぱいいたら面白い。信長1、信長2、信長3、お姫様1、お姫様2、お姫様3、うん、面白いね。なんだそりゃ、棒読み。起きて、あずなんか、楽しそうでしょ。お姫様ばっかりも楽しそうだし、お姫様と武将のね、なんか女性チームとかみたい。いいですよね、面白そうじゃないですか。うん、沙織一番先頭に立ってそう、みなのものみたいな。じゃあちょっと武将やろうかな。ね、ぜひ募集しておりますので、ね、ちょっとでも、ほんのちょっとでも興味ある方、ぜひ来てください、ね、歴史知らなくても来てください。私もわかんないけど、そうですね、富ちゃんに教えてもらいましょう、みんなで。そう、沙織になります、沙織になります、はい。一緒に勉強させていただきます。はい、みんなでね、勉強して頑張ろう、武将隊作りましょう。おお、はい、ね、企画の話するとね、全然終わんないんですね。ずっと喋ってしまうんですけれどもね。
こうやってみんなで集まってどん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 ね、安土をね盛り上げていけたらなと思っております。はい、ひとみちゃんのね活躍もこうしたいということで、はい、楽しみということで、次のコーナーもお楽しみに。勘違い、本当に大事なものはそう多くない。理解したように笑うけど本当はね、笑った顔インプットして楽しい。理由もない、ただ意味ならちゃんとあるの。本当だよ、伝えても意味はないかも。信じないよ、言葉が出ないのは君が正しい。君がくれたわずかな位置で僕と生きてくれるのなら、ね